今日はお友達が来たのでこれから出発します。楽しみです。レジの方です。今日もレクサスで昆虫採集ですね。あ、本当にもういよいよ解禁ですよ。楽しみましょうよ。いた？みやみやまちゃん？みやまちゃん？ほぼ気がつかないんだね。あ、ありがとう。どうぞどうぞ、ここはもういるべきよ。落ちた。メスだけで3匹落ちてきた。ちょっとちょっと、これはノコ、これはミヤマ、でこれはノコ。何これ、あ、これこれ何、何のメス？ノコだ。あ、ミヤマ、ミヤマ、ミヤマ、うん、ちょっと取って。いっぱいいるよ。いらっしゃい。これさっきのオブジェ。オブジェ。あ、逆さになってる。見てこれ。どれどれ。ちょっと。あ、いいじゃん。なんか減ってきたね。だんだんね。ね、やっぱミヤマばっかな。これでどのぐらい？65あるかね。さっきのとは？さっきの。ほら変わんないぐらい。いくつぐらい？64。じゃあこれもうちょっとちっちゃいね。70見つけたいね。なあ、もう見つけてねえもんな。うん、あ、落とした。あ、これは食べてない。本当だ。向こう側にね。樹液出てきてる。すげえ。この間と違う。あなたもいいよ。もうあのピーク来るとやばいっていうか、カブトしかいなくなる。カブトいるとかね。これ 出たばっか。これ持ってこう。あ、2匹いる。栗の下に。え、栗の下に。でしょ。こんな格好見たらどうすんの。これ怒っても、うん、いや、そうでも、あ、それもいいかも。そうだ、入った。朝頑張ってる。あ、入った。でもかっこいいの。でもここが細い。さっきのやつのが大きい。2匹、うんうんうん、あ、ナイス。入った。大きいじゃん。まあまあみたい、うん、ほら、うん、ツヤが。オニキス。オニキス。目の前。大きい。お、オスだよ。お、今だ、今だ。綺麗。ちょっと鮮やかな色でね。ありがとうございます、みやまちゃん。メスってことはオスがいるよ。マック、マック怒ったもん。うん、2つ落ちたもん。やっぱミヤマだった。地抜きを食べてんの、アリじゃなくて？アリ、なんか、あ、虫。ね、アリを食べてね。なんか持った。持ってる、持ってる。四つ星ですよね。うん、本当だ。四つ星くん食っちゃうんだ。すごいね。ね、うん、おお。ここに、ここに行ってきた。いいね、いいね。裏にもいるカブト。すごい。ここは。樹液出だしたね。うん。それカブト取ってるな。触りたいよね。かっこいい？ね、好きですね。メスこするじゃないですか。そうそう、こすると交尾器出しますよ。これちょっとやばいよ。あ、これなんだ。ノコだ。あ、ノコがいる。え、これ何？本当にちっちゃい。え、あ、ここにもある。逃げたの？いや、中にいますね。
んですよ。あれ、ちょっと見えないじゃん。ね、ミヤマだ。これ記念で撮っとこう。うん、嬉しい。このサイズ初めてだね。うん、ここでは、うん。いいね。いいね。あ、しっかりしてな。感じ。何時に今帰ってきたの？結構遊んだね。うわ、湿度82度もね。63.2。63.2。うん、で次。63.2。うん、手袋持ってくる？ええ。ほら、62.8だ。2.8 か。ダメ、65以上じゃないと。そう。これもっとちっちゃい。61.3。え、それ玄関に来てたやつ？違う、玄関の向こうに置いた。置いた。うん、61.3です。もうやめす。35.6 ぐらいじゃない？当たってる。36.6。うん、あ、こっちのがちっちゃい。じゃあいい。うん。34.3。36。うん。メスに引き入れて、オスはあと。うん。てててて。うん。つめて。これあれだよ、あの公園のとこだ。そう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 、そうそう、いいですか、いっぱいちゃう。かっこいいっすよ、うん、ね、そういう感じな。そっか、うん、ありがとうございます。いや、楽しかった、よかった。でも、すみません、本当ありがとうございました。どんどんない、こちらこそ。